はい、皆様こんにちは、なりわでございます。それではね、前回の、続きをプレイしていきたいと思います。時々ね、気をつけないといきなりね、プツッと時間が来たら終わってしまいますので、録画をね、忘れそうになってしまいますね。気をつけないといけないですね。反対方向でしょうかね。あ、間違っておりましたね。大丈夫ですね。間違ってないですね。この通りでいいですね。やはり反対でした。大変失礼いたしました。時間がもったいないです。最後の砦に向かえばいいわけですね。ということはこちら方向ですね。あら、どなたかいますね。ちょっと声かけてみましょう。いやこれは旅の方。こんなところに一人でいたら危ないですよ。早いとこ南にある最後の砦にお行きなさい。はい、了解です。おう、何をしてるやら。はい、一人だからね。なんか不気味な景色ですね。でいいのでしょうかね。よいしょ。いたいた。ワンちゃんが後ついていけばいいのかな。案内してくれてるのかしら。そうみたいですね。さあ、で、仲間は果たしているんでしょうかね。ほら、まあ物々しいですね。ルキ、もうどこに行ってたの？あら、エマ、フィンなのね。私よ、幼なじみのエマよ。おかえりフィン、無事だったのね。ひどい噂ばかり聞いて、私、エマちゃん無事だったんですね。こんって。そうだね、ルキ。こんなに嬉しいのに泣いてたらダメだよね。本当にお帰りなさい、フィン。ワンちゃんもお帰りって。そして、私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。フィンがお城に旅立ってすぐに、
ホメロスという名の将軍がやってきたの。血のかやわな冷たい目をしたホメロスは私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ、皆殺しだと。でも私たちは生きてる、あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれお城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちのを傷つけなかったし。誰のことでしょう。ああごめんごめん、冬は長旅で疲れてるもんね。おしゃべりはあと、まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待ってる人がいるわ。さあフィン、私についてきて。どなたが待っていてくださるんでしょうね。相変わらずの走り方してますね、エマちゃんね。手を横に振って、はい、ついていきますわよ。お母さん、さあみんなちゃっちゃか手を動かして、チャンバラ男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュース大ニュースよ。あら、今ちゃんじゃない、そんなに慌ててどうしたんだい。驚かないでね、おばさま、ほらあそこを見て。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきりあの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく困った人をみんな助けてくれてね、私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて言われて、大陸中の人々が集まってるのさ。それなんとあのデカダーローもいらしてるんだよ。あの方って誰でしょう。あらあら、そんな顔するもんじゃないよ。村を焼かれたことは忘れられないさ。でもね、人を恨んだって仕方ない。まあすぐにとは言わないけれど、あんたは王様に会いくべきだ。おじいちゃんならきっとそう言うさ。デカダル王のテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。行っといで。でもね、喧嘩はするんじゃないよ。王はもうあれでしょうかね、魔物が抜けていなくなったから。そうですね、ちょっともう一回。王様との間何があったか知らないけれど、人を恨んでも仕方ないからね、まずはきちんとお話をしてみなさい。デカダロウのテントは砦の中央にあるよ。入り口にある2本の旗が目印だ。言っといで。でもね、喧嘩するんじゃないよ。同じセリフでしたね。まず中央にということは、こちら方向でしょうかね。またね、この辺は戻ってきてうろうろするとしましてね、まずは中央のテントのところに行きたいと思いますね。2本の旗が目印って言ってましたね。
あそこかしら？あ、でも違いますよね。あ、そこですね、きっとね。あら、上がれない。はい。お待ちしておりました、ユージア様。こちら、デカダローのテントです。デカダローは先ほど目を覚まされ、あなたがお戻りになったと知るとすぐにお会いしたいと申しておりました。無事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業を聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。許してくれとは言わん。この業は民たちを守ることで返していくつもりだ。フィーヨン、そなたは第10年出来事を覚えておるか？そうか、わしは何も思い出せないの、思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かが抜けていったような。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。ノーフィン、一つだけ聞かせてくれ。我が娘マルティナは生きておるか？ここにはいないのね。そうか。報告いたします。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。さて我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことをやむしれぬが、そなたもあやつを出迎えてやってくれ。あの方でしょうかね。どちらに出迎えに行けばよろしいのやら。さっきのところでしょうかね。こちらでしょうかね。声をかけてみました。エイドノが帰ってくるらしいってんで、みんな村の入り口まで出迎えに行ったよ。門番じゃなければ俺も見に来てえな。そうだね。こっちの方ですね。あれ違うのかな。ちょっと声かけてみましょう。この先は神の岩。え、知っている？なんだお兄さん、この村の出身なのかい？それにしては髪はサラサラだし、気品のある顔してるね。ここじゃないんですね。反対側でしょうかね。フィンが帰ってきた場所なので、向こう側でしょうかね。みんながいた。こっちでしょうか。どこに出迎えに行ったんでしょうか。ここではないのかしら。ないのかしら。しらしらしら。
多分この先に行っていいんでしょうかね。北の入り口、北の入り口、遠いですね。あっちでしたか。行ってみましょう。北の入り口、北側、北っていうとこっちですよね。ってことはこっちですね。ん？じゃなくってこっちでしょ。いました。生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？デカダル城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。王よ、民たちを安全な場所へ。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレイグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあいつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。はい。今夜の戦いをしのげば勝戦は我らにある。準備を整え砦の外に向かうのじゃ。フィン、頼んだぞ。砦の外に向かうんですか。作戦のビルは47ポイントもありますよ。そりゃもうならなくちゃね、そしてあと23ポイントは開けておきましょうね。あとは1ポイントしかないですから、このままですね。では最後の砦は岩壁に囲まれた天然の要塞です。ここは我らデカダール兵と民衆に任せて英雄殿のいる砦に沿ってお急ぎください。あ、一つだけお忘れなきよ。お祈りや買い物は砦で済ませてください。砦の外は湿地にございます。ということはお祈りをまず済ませていきましょうかね。そうしないと、いざって時に、困りますよね。どこにはまってんでしょう私。宝箱がありましたね。
と、あ、ここですね、はい、こちらにしておきましょう。はい、はい、ないです。さて、それでは参りましょうかね。もう、特に装備するものもないですし、では行って参りますね。こっちでしたか。そういえば元の村の面影が全然なかったですね。最後の砦の外、ここでいいんですよね。仲間に聞きます。お話、仲間がいないってことは、でもしかないですもんね。おお、え、よし、入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。ごめんなさい、舌が回りません。腕っぷしは確か運もあるか。うん、あんた見どころがありそうだ。ちょっと連ついてきてくれよ。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうぜ。ちょっと失礼いたしまして、私、喉飴を、ちょっとね。あれですよ、目的は一緒なのでね。緊張してるのね。敵襲、敵襲。魔物だらけですね。仲間たちはどうしたんでしょうかね。他の仲間は一体どこで何をしてるんでしょうか。来るぞ、備えよ。うわ、こんなにたくさんいて、おお、グレイグ将軍でしたね。強い、強すぎる。この戦場にいると魔物たちは今までのどんな敵よりも強いぞ。戦士にとって一番の過ちは逃げることではない、自分の力を見余ることだ。ここに魔物たちと戦って全然歯が立たないと感じるようなら、君にはこの戦場はまだ早い。
東の洞窟の敵はここよりいくらか弱い魔物たちばかりだから、そこで腕を磨いてから戻ってきてくれ。そうなんですか。じゃあちょっと、気づいてないな。うん、やはりあれですね、結構レベルを上げてきた甲斐がありましたね。なので戻ってね、時間を潰さなくて済みますね。これが意外と強いのね。まあでも2発です。他には、他にはで一つ的に出るんでしょう。セロ、気を抜くな。すごい目つきですけど、私はコントローラーを使わなくてもいいんでしょうかね。え、なんか来ましたよ。なんでしょう。なんでしょう、なんでしょう。なんか怪しげな人が来ましたよ。あ、首がないし。その剣その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。グハハハハだって。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。ちょっと待ってね。お前たち何をボケっとしてる。グレイグを殺せ。これはどうでしょう。天外ですよ、これではガンガンじゃないでしょ、バッチリ頑張るでしょう。本当にー
保安状態にならないよね。さあ、待てどうなるんでしょう。他の者たちは、逃げるの？逃げるの？グレイグ様、王がお呼びです。フィンドも共に。どうしてそんな横目で見るの？わかった、すぐに行く。こちらです。おかしいですね。北の出口から出たのに戻るときはこちらとは。なんともこのゲームは あそこで終わりと思ったら違ったんですね。まだ先があったんですね。なるほど、やはりこちらからでしたか。ここから入って確か、そして王様のテントはへい、あんたならあればっかしのままには負けないとお母さんは最初から分かってたよ。今回の勝利の報告は済ませたかい？王様はきっとお喜びになるから、先に王様のテントへ行っておいでよ。王様のテントはとこの先ですね。じゃあ行きますよ。王様のテントはとこっち側でしょうかね。分かりづらいですね。ここですかね。いました、いました。この度の働き見事であった、グレイグ、そしてフィンよ。お前たちのその強さを見てわしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。魔物の巣窟と化したデカダール城に潜入し、十闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。お言葉ですが王よ。まあ聞け、わしとって無策ではない。どうにか敵に一夜報いる手はないかと密かに城を探らせておったのだ。報告によればデカダールの丘の岩上に、デカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。フィン、そなたに預けよう。魔法の鍵にデカダールの鍵を手に入れたんですね。王よ、私は反対です。その間砦の指揮は誰が取るのです？我らの留守に攻め入れられればここは魔物の餌場と同じですぞ。
そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄になろう。今こそデカダル城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば再び我らに阿蘇を取り戻せるだろう。しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。悩ましいですね。なあに案ずるな。わしはこの数ヶ月の間思い知らされた我が民は強く優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ。一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。アートの仲間は本当どうしたんでしょうね。他の仲間は本当気になりますよね、皆さんね。いつどこで巡り合うんでしょうか。いよいよ出発なさるのですね。魔物どもに感づかれぬよう砦の民たちは見送り禁じられております。しかし言葉はなくとも皆の心は一つ。作戦が成功し、あなたが無事に戻られることを心から祈っております。お気をつけて。なるほどね。音楽で見送ってくれているのですね。ここ右方向ですね。そうだ、まあ、お祈りしていなかったよくそう助言してくださいました。本当お祈りをこまめにしていないと、私は今どこにいるんでしょう。こちらですかね。あれれ、お祈りをする場所はと、ここですかね。お祈りをすると。こちらですね。OK ですね、はい、では行きましょうかね。こちらでしたね。どうしたの、寝てるんですかびっくりするじゃないですかねこっちからでよかったんですよね。
し反対の方向に来てないですよね。このまままっすぐですね。雨が降ってきましたね。まだもう厳重ですね。縄文がいくつにも分かれて作られていて、さあ参りましょうか。フィン、グレイグ様お願いです。少しだけ息子と話をさせて。手短にな。行くのね。何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。母さんも年かね。あたりはこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。だからお願いだよ。今度は太陽の下であんたの顔よく見せとくれ。時間がない、行くぞ。息子をよろしくお願いいたします。リタリホン、ご婦人を砦へ送ってやれ。さて、母親や砦の民のことは心配するな。我が王が約束をたがえることは決してない。命をこれかけして皆を守ってくださるだろう。我らの使命はデカダール の丘の岩上にある地下水路への道より城内に侵入し、城闇を生む魔物を打ち倒すこと。まずはデカダールの丘にある導きの教官に行くぞ。そこを拠点に地下水路への道を探すのだ。とございますよね、道のりはね。じゃあこちらにしましょうかね。はい、はい、そしてここから出まして、水路へ行くのですから、こっちじゃないとダメですよね。なんともややこしい 道ですこと。ちょっと戦ってみますか。なんで一時停止だ。こちら方向で
合ってますね。二人とも徒歩での移動なんですね。焚き火とか、あ、何もないですね。もう行くしかないのかな。歩幅が違いますね、二人の歩幅が。それでは ここですね、はい、そういえば金しかダメなんですね。グレイグのあれは出ないんですね。こっからは探さないといけないわけですよね。どうすればあそこへ行けるのでしょうか。悩ましいですよね。こっちでしょうかね。あ、どうやら、見えにくい。あ、なんか待って、どうでしょう。一瞬で立ってますね。どこへ向かうんでしょうか。魔物たちが砦の方角に飛んでいく。我々にできるのは信じることだけか。ぐずぐずしてる暇はない。先を急ぐぞ。急ぐぞですね。はい、なんです、ここに登るんでしょ。はい、ここですね。はい、これでいいんでしょうかね。ちょっと待ってください。え、なんで降りてきたんですよ。何してんですよ。せっかく上がったのに。本当にもう降りてください。
ね。よくわかりませんね。デカダールのかの地下水路か、デカダール城へ侵入しよう。降りては意味がないんですね。登りますよ。だから、こっちなのかしら。いい場所ですね。地下水路、地下水路だからこちらでいいんですね。入ったのですが、まだね、目的地はね、たどり着いていないので、ちょうど時間になるまで、続けていきたいと思いますね。時間になりまして切れましたらば、またそこから、続きをゲームしていきたいと思います。何か落ちてましたか、違いますね、影でしたね。もういちいちね、戦っていてはキリがないんですけどどうしても戦わなきゃいけない相手もいるみたいですね。毒消し、道具袋、ありました。で、これを渡す。いいね。でですね。いいでしょ。渡さなくても。ね。行きましょう、行きましょう。
これは何や。しいですね。それでは皆様、もう間もなく、1時間が経つと思いますので、こちらの動画はそろそろ終わりだと思います。ご視聴ありがとうございました。一応時間目いっぱいまでプレイしていきたいと思います。行かないといけないってことなんですよね。作戦スキルパネル1ポイントしかないですよね。